冒頭で猫耳先生必死で弾いておりましたけれども、今回はカッティングをする際、右腕ストロークをする位置を変えてやるとどのような変化があるのか、実演しながら解説してみたいと思います。で、冒頭のデモで、弾いた時はですね、少し歪ませたサウンドでやったんですけれども、解説の時はこのような、クリーンなトーンを使って解説します。こういう感じの、クリーンなトーンですね。で、右手ストロークする位置ですけれども、今回はですね3箇所、決めてですね弾き比べしてみたいと思います。で、1箇所目はですねブリッジ付近ですね。これ開放弦、ちょっと1弦から6弦まで弾いてみます。で、次はフロントピックアップの上あたりで弾いてみます。で、最後は指板の上で弾いてみます。かなり指板の上難しいですけれども、で、実際に、今回鳴らしているのはフロントとミドル、これのハーフトーンですね。もう一度ブリッジの、付近で弾いてみます。で、フロント、で、指板の上、やはり音量もそうですけれども音質ですね、3種類とも微妙に違いますよね。で、音量だけを取るとやはりフロントとミドルが鳴っているので、その付近でピッキングしてやった時が一番音量は出てると思うんですけれども、音質自体がですねブリッジ付近で弾いた時っていうのは硬い音が出ますので、音量自体出てなくても非常に聞こえやすい、音が出ますよね。で、実際にカッティングのフレーズをですね、3箇所で弾いてみます。で、デモの時に弾いたのと同じようなフレーズを1回ゆっくり弾いてみます。まずはブリッジ付近でストロークですね。感じですね。まあ、やはりこの私のギターの場合なんかトレモロアームがついているので、時々アームに当たってですね音が揺れてしまったり、しますけれども、非常にまあ、弾きづらい、ポジションではありますね。で、あと大きな違いはですね、ブリッジっていうのがまあ弦乗ってるんですけども、これが支点になっておりますので、この支点からですね、近い距離が近ければ近いほど、やはり弦から受ける抵抗とか反発力っていうのは強く感じます。で、実際に弦がですね、この弾いた時に触れる幅ですね、これを確認していただくと、フロントピックアップの上でしたらかなりですね、このブリッジの支点から距離がありますので、大きく弦が揺れているのがわかります。で、今度はブリッジ付近でですね、ピッキングを3弦同じように開放弦してみてください。そうすると、やはり、この支点から近ければ近いほどですね、このピッキングした、ピックが当たったところの振動、確認すると、もうほぼですね、横に揺れてないように見えると思います。ですから、これはもう当たり前のことなんですけれども、支点から近ければ近いほどですね、やはりこの弦の振れっていうのは小さくなりますので、ストロークしてもですね、ピックが弦に当たった時のこの抵抗感っていうのは強く感じることになります。ですから、ブリッジあたりで何かこうしようとするとですね、やはりピックをこう強く握りすぎているような、ピッキングをしていると、どうしてもピックが弦に当たった時にこう反発力が大きすぎてですね、ガッと少しこうピックが深く入りすぎた時なんかはうまくですね、スムーズにピックがこう抜けてくれないということになります。ですから、弾く難易度考えますと、やはりブリッジの近くっていうのはですね、まあ単音弾きの時でもそうですし、今みたいなこうカッティングするときもですね、やや難易度は高くなるかなと思います。でもやはり音質はですね、ブリッジの近くはブリッジの近く、独特のこの硬さっていうのがありますので、音質を考えて弾く場合はですね、やはり今言ったみたいなこのピックを持つ力とか、あんまりこう力んで弾かないとかですね、そういった工夫が必要になりますね。で、次とピックアップの上あたりでも同じようなフレーズ弾いておきましょう。このような感じですね。やはりこのあたりっていうのはもう一般的な、まあ、ストロークの位置に近くなりますので、まあ大体このあたりでピッキングする、ストロークする方が多いと思いますが、まあ、支点から、距離が離れますので、
弦は大きく揺れるんですが、その分ですね、うまくこう、弦からの衝撃を吸収してくれるようなイメージがあります。ですから少々ですね、ピックをこう強く握っていても弦の方が負けてくれるようなイメージですね。そういった感じ、印象を受けます。ですからそう考えますと、ピックはもう少々力んで持っていても弦の方がこう衝撃を吸収してくれますので、やはり強く握っていても弾くことできますし、ブリッジで弾いていた時のように軽くピックを持ってですね、軽めのストロークでこう弾くのも当然できます。そう考えるとやはり、右手のこの右腕のストロークの自由度っていうのはですね、このあたりでストロークした方が自由度は大きいんじゃないかなと思います。で、最後は、こちらの左手の近くでストロークする場合ですね。これも実際に弾いて、もう一度弾いてみます。このような感じですね。で、指板の上でストローク、する時の利点といいますか特徴なんですけれども、ピックをですね、弦に深く入れようとしても当然指板のトップの面にですね、ピックが当たってしまって、それ以上は深くピックが入りませんので、必要以上にですね、ピックが強く引っかかってしまうということがなくなるんですね。ですからカッティングのストロークがですね、なかなかうまくいかないという方には、一度はですね、この指板の上でのストロークっていうのを試していただきたいんですね。ただ今私もですね、この1ミリの厚さのピックを使ってやったんですけれども、指板の上でストロークの練習をするときはですね、割とこう柔らかめの薄めのピックの方がやりやすいと思います。で、気をつけることはですね、やはり指板の上でやりますので、ピックが指板に当たることになります。ですからやはり、こう長い時間練習しているとですね、指板面を傷つけてしまうことがありますので、その点は注意が必要だと思います。で、指板の上でですね、ストロークをするということは、当然こちらですね、左手をこう押さえているところから考えると、やはり距離が短いですので、このあたりのフロントピックアップの上でストロークするよりはですね、当然ブリッジの近くでピッキングしているのと似たような感じでですね、弦があまりこう横に触れない状態になります。ですから弾いていてもですね、まあ指板の上でしたらピックも深く入りませんし、で、今言ったみたいに振動もあまりしませんので、比較的コンパクトなカッティングですね。こう大振りで大げさにやるというよりは、コンパクトに小さな振りでこうやりたい時なんかは、指板の上でのストロークっていうのもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回は3箇所ですね、場所を変えてストロークをしてカッティング比べてみましたけれども、まあどこでやらないといけないというルールは特にありませんので、何かご自身でカッティングのフレーズ弾いていてしっくり来ないなと思われた場合は、まあピックの種類とか腕の動かし方も当然大事になってくるんですけれども、それプラスですね、ストロークをする位置っていうのも変えてみるといいと思います。で、特に指板の上でやってみるとですね、このピックが深く入らない時のタッチっていうのを確認することもできますので、そうするとまたご自身の中で新しい発見も、生まれる可能性もありますので、何かカッティングのフレーズを弾いていてですね、煮詰まってしまっているっていうような方は、右腕の位置の変更っていうのもですね、一度お試しください。で、あとはですね、カッティングのフレーズを弾くときっていうのは、常にですね、この左手、余計な弦を鳴らさないようにするためのミュートのテクニックというのは非常に大事になります。で、このミュート全般ですね、ミュートのいろいろなやり方について解説した、完全オリジナルのギター教材というのもありますので、ご興味がおありの方は、この動画の下の動画説明欄に、URL を貼り付けております。ぜひそちらの方もチェックしてみてください。以上で今回の動画を終了いたします。この度はご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。